はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、中杯ですね、ウィルキンソンのハードのレモン味が出ましたんで、飲みます。無果汁でジンを使用、となってます。アルコール度数 9%、 ウィルキンソン炭酸を使用しています。原材料はジンとレモンライムスピリッツと酸味料と香料、刺激強め、無糖レモン、甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ。さあ、これは美味しいのか。今日のつまみはこちらメンチカツに、じゃん、こちらおすすめの、僕がおすすめするソース、ブルドックソースっていう、ここにあのブルドックがね、乗ってる、絵で乗ってるソースなんですけど、これがすっげーうまいって。これね、まあ、俺が新潟いた時からずっとあの親しんできたソースなんですよ。で、うちはずっとこれなんですよね、このとんかつソースがブルドックで、すげーうめいんですよ、これが。マジであの多分関西には売ってない、関東限定かなだとは思うんですけど、まあ、関東にいる人だったら、まあ、スーパーに行けばおそらく売ってるんではないかと思われます。ぜひ買ってみてください。うまさが段違い。これがね、すげえうまいんだ、とにかく。あのね、フルーティーさがね、半端ない、ということで、カンペイへ。あ、こっちの方がうまい。こっちの方がうまいけど、やっぱり甘くないんで、なんだかんだ言ってあんまり美味しくないな。あんまり美味しくないな。結局はあんまり美味しくないな。でも無糖のレモンと、無糖だったら、ドライだったら、これはレモンに軍配ですね。こっちの方が美味しい、単純に。なんかレモンの風味があるとだいぶ安定感がある。基本的にね、レモンはやっぱりお酒には合うということです。ブルドックソース、ググってみましょう。こちらですね。ウスターソース、中濃ソース、とんかつソースってあって、まああといろいろたこ焼きとか焼きそばとかのソースも作ってるみたいですね。まあその中で一番おすすめはやっぱとんかつソースです。ブルドックのとんかつ、僕は新潟人なんですけど、これしか食卓に置いてるのを見たことがないっていう、逆に。で、大体とんかつってまあとんかつソースなんで、まあそんなに使わないんで、大体あのちっこい系のやつ、まあよか、ちょっと こんぐらい、これと同じか、容量的にはこれと同じやつ、 300cc のやつね。これがねうまいんだ、もう
とんかつソースっていうかウスターソースとかは一切置いてないんですよ。うちはね置いてなくって、あのとんかつソースてかウスターソースってそもそも俺うちは置いてないんですよ。で中濃ソースも置いてないんですよ。ぶっちゃけ醤油で代用するっていう感じなんで、まあウスターソースとかどうでもいいんだけど、さすがにとんかつを醤油では食えねえっていうことで、とんかつソースだけはうちにあるんです、うん、でもねやっぱうめえんだこれ。ブルドックソース株式会社は東京都中央区に本社を置く調味料メーカーである。はい、あ、そうなんや。うん、英語表記はブルドッグであるが、社名はブルドッグではなくブルドックが正しい。あ、クが正しいんだ。へえ、ブルドック、クなんだ。カタカナだとクなんだ、ね、英語表記はグで合ってるんだけど、G なんだけど、カタカナだとクが正しい。クが正しい。これは創業者が命名時に濁音が続く語感を避けるため、あえて使い分けたもの。ああ、なるほどね。まあ、なんかいろいろあるんでしょうね。本社は東京都中央区日本橋、うん、で工場は埼玉県川口市、はあ、と群馬県のなんとか市にある。ソースの製造販売をしており、とんかつ、お好み焼き、ソース焼きそばなど利用されるウスターソースや、濃縮ソースをはじめドレッシングなどの別途ソースのほか、和風スパゲッティ素材などいろいろあると。なるほど。ちなみに創業が1926年となっております。まだ100年経ってないです。割と新しい会社なのかな。まあ、新しいっていう言い方もあれだけど。うん。まあ、今90年ぐらい経ってるってことか。創業90年ぐらい経ってるってことですね。なるほど。まあ実際のところは1902年になんか創業して別名としてこう出てきたって感じですね。もともとはこんな名前じゃなかった、ブルドッグっていう名前じゃなかったっぽいですね。これはね、めちゃくちゃうまい。ぶっちゃけた話、怒りソースっていうのが、俺、他だと、100円ショップとかで売ってて、あ、買ってみようって買ったんだけど、やっぱり、なんか違うんだよな。確かに安いんだけど、なんか違うんだよな。大阪にいた時に怒りソースっていうのを使ったことあるけど、まずいんだよ。いや、まずいっていう言い方もあれやけど、まあまああんまり美味しくないな、うん、まあ、何がっていうと多分フルーツなんやろうな。ソースって結局何があれかっていうとフルーツやね。ソースっていうのはここの絵に書いてある通り野菜とかフルーツが主ですね。ここら辺に書いてある、ね、この味が全てやねんけど、この味のものすごいフルーティーなんですね。ここなんですよ。やっぱブルドックソースがうまいんだよな。マジで。
本当にさ、ちなみに関係ないけどね、ニコ生主のウキョチっていうね、あのブサメンで、まあ、いや、まあ可愛いね女生主も言ってましたけど、あのブルドッグソースは揺るがないそうです。あの方も実はブルドッグソースのね、あの大好き人間らしくて、ブルドッグソース飲んだこと、あの使ったことない人かわいそうって言ってましたね。結構言ってます。そして僕ちんはポテトコロッケを食べる。続いて、創業明治35年の老舗メーカーって書いてあるね、これがね本当にうまいんだ。これマジで、あの多分大阪の人はそんなに合わねえんじゃねえか、分からへんけど、まあ大阪の人は多分おたふくソースとかが合うんではないかと思われますが、まあ、まあ僕は生まれも育ちもあれですからね、生まれも育ちも新潟ですから、うん、これはすごいんだわ。とにかくうまさが半端ない。これ多分あのとんかつソースでこれ食ったらね、元に戻れなくなるよ本当に。はっきり言ってうますぎて、東日本ではソースが家庭に中濃1本がスタンダードです。過去個人差はあります。まあ俺はちなみにとんかつソース1本でしたね。西日本では中濃はなく、スタンダードはウスターソースかとんかつソースで、フライにもウスターソースをかけます。うん、あ俺そもそもウスターソースなんで使った試しがない試しがないんだよな。ウスターソースはぁ、醤油でいいだろうっていう、あのいわゆるあのうちは貧乏家庭なんでしょうね多分ね。うん、多分そういうことだと思うぞ、うん、はぁウスター、そんなん醤油でいいべっていうことな。一応全国ソースの勢力図っていうのがあるみたいで、新潟はカゴメらしいですねでも俺は普通にブルドッグ使ってましたけど、でもほとんどがブルドッグみたいですね。あの東日本全般全部ブルドッグですね。ああそんなにやっぱ売れてんだ。なぜか新潟はカゴメで、岐阜と福井とかそこら辺中部地方っていうのが若干カゴメで、大阪がおたふくとかいかりで、九州がなぜかカゴメ、うん、なるほどな。まあ俺の新潟は新潟なんやけど、新潟って縦横東東西南北に広いから、まあ俺のところは割と北の方なんで、まあそういうことなんやろな。あの新潟って言っても新潟のあれだから、新潟の市民とかじゃないしな、うん、なるほど。でもやっぱブルドッグ強いんやな。ブルドッグ半分ぐらいシェアっていうか、多分見た感じ多分日本で一番シェアなのはおそらくブルドッグじゃないか、この感じでいくと。ふん、数あるソースの中で最初に生まれたのはウスターソースです。へえ、そうなんだ。ウスターソースは1837年、イギリスのウスターシャー州、ウスター市で生まれました。はぁ、あ。なるほどね。
でもウスターソースってぶっちゃけ醤油に近くない？何が違うのぶっちゃけ。俺もよくわかんねえんだけど、いわゆるあのトロッとしてね、サラッとしたとんかつソースみたいなもんや。ぶっちゃけとんかつソースとあの醤油混ぜたようなもんやの多分。俺の中でそれやね。ブルドッグでは昭和26年にとんかつソースを発売しましたと。まあいわゆるとんかつがとんかつに合うやつ、豚肉が使われ始めて、でそのソースでウスターはちょっと合わないみたいな感じでとんかつソースが、まあ、生まれたみたいな感じかな、そしてあーその後に中濃ソースなんだ。一番最後なんだね、中濃ソースってね。へぇ。中濃ソースってそんなあれなんだ。最後なんだ。昭和40年代に関東で中濃ソースが生まれています。ブルドックソースでは昭和41年に中濃ソースを発売しています。はぁ、あ。この頃、東京の洋食屋さんではウスターソースととんかつソースを混ぜた中間のソースをオリジナルで作っていて、業務用ソースも作っていた、ブルドックソースさんがその様子を見て商品化してしたのではないかということ。甘さもスパイシーさも、中間なちょうどいい中濃ソースは関東から北に向かって広がっていきます。一方すでに完成していた濃厚ソース文化の壁に阻まれていて、西日本に広がることはありませんでした。はあ、なるほどな。なるほど。ちょうどいい。だから中濃ソースなんや。はあ。中濃ソースも一切使ったことないけどな。悪いけどブルドッグはマジであの中濃ってもうなんだよって感じだよね。もうわかんねえマジで。もう何合うかもよくわからへんし、もう普通に醤油でいいんちゃうかっていうレベルやね。俺ぐらいの適当人間になると、まあなんかあるんやろな。中濃ソース。中濃ソースか。でもどうせ俺そんな使わへんし。コンビニでさ買うとさ、大体さソースついてくんね。しかも自分でまあ作らへんわな。うん、まあ作らへんわ。そんなお好み焼きだのなんだのって作らへんな。でもウスターソースと中濃ソースとんかつソースってそれは知らんかったな。もう少なくとも俺の中だとウスターソースは醤油とほぼ同義、中濃ソースはまあ醤油で、とんかつソースはああとんかつですねっていう感じやねん。だから俺ぐらいのあの貧乏人の
家庭に生まれると多分はぁって感じ。ウスターソースと中濃ソースなんて使ってる家庭なんて、マジで完全にあれですよ、完全にもう金持ちですね、確実に。うん、だって普通にさ、まあフライ、あの魚のフライとか普通に醤油かけるし、うん、だからで、あとあのエビフライには普通にマヨネーズかけるしなあ、確実に。中濃ソースと薄ソースも多分いらへんと思うんで、普通に醤油があればこと足りるからな。だって簡単な話、ウスターソースと中濃ソースなんて醤油ととんかつソース混ぜたってことやろ。何が違うか全然わからん、さっぱりわからん。ウスターソースが野菜、果実の旨味とスパイシーな味わいのソース。フライにかければさっぱりと食べられます。って言ったってなぁ。まあ、今度ちょっと買ってみてもいいかなぁ。これを見ると。ブルドッグの中濃ソースが、野菜、果実の旨味にスパイシーさとマイルドさを兼ね備え、フライにかけても隠し味にも使える万能ソース。ああ。で、とんかつソースが、野菜、果実の旨味が濃厚な味わいのソースなので、え？野菜、果実の旨味が濃厚な味わいのソースなので、とんかつにはもちろんお好み焼きなどにも最適。つまりどういうことだ？つまりウスターソースが一番辛いってこと？あ、辛いってことなんかな？俺の言ってること、だって、ん？どういうことや？濃厚な味わいのソース。多分ウスターソースが一番辛いってことなんやろな。で、これが一番甘いってことやね。多分。で、中濃がちょうどいいぐらいのってことで。はぁー、ってことはちょっとウスターソース今度買ってみよう。何に かければいいか全然わからへんけどな。アジフライ。ソース焼きうどん。とか、いろいろあるな。ビーフシチュー、ロールキャベツ。はぁー。もうわからん。まあ、とりあえずウスターソース今度買ってこよう。今度買って、あの、コロッケとかにかけて食うか。ウスターソースか。まあ、一番薄いっていうか、スパイシーなやつな。ウスターソースな。ちょっとウスターソースでググってみようや。ウスターソースは、ああ、もう。このウィキペディアのなんか今こそあなたにお願いですとかうざいなこのクソ。は、野菜や果実などのジュース、ピューレなどに、食塩、砂糖、酢、香辛料を加えて調整、熟成させた、液体調味料。日本の行政上では中濃ソースやとんかつソースなどの濃厚ソースもウスターソース類として扱われており、それぞれ粘度が定められている。日本語で単にソースといった場合は一般にウスターソース全般のことを指し、ウスターソースといえば、競技のウスターソース、つまりはウスターソース類の中でも粘度の低い製品を指すことが多い。はあ、そうなんだ。なるほどね。日本語でソースって言ったらもう完全にサラッサラの、もうこういう、とんかつソースとは真逆のね、
このトロットロのやつじゃなくて、サラサラのもう完全にもう醤油みたいなやつを指すってことやな。はあ、なるほどな。はあ。日本の家庭や大衆食堂では単にソースといえばウスターソースのことを指すほど定着した調味料となっている。はあ、これは知らんかったわ。これ結構勉強になるな。歴史、日本にウスターソース類が登場したのは19世紀末明治時代である。現存する最古のソースメーカーである、神戸の阪神ソース、阪神ソースだって聞いたことないは、創業者である、安井なんとか七郎が、1885年に業務用として開発販売したソースを日本最初のものであるとしている。また山佐醤油の7代目浜口なんとか兵も、米国留学時代にソース製造に着目し、その意思を受け継いだ、なんとかかんとか8代目なんとかかんとかが帝ソースを発売、新味醤油として醤油法を登録したが、当時の日本人の口に合わず1年ほどで、製造は中止されたという。はあ、ということはもう完全にこの阪神ソースって何？まあいっか。全く聞いたことないから多分売れてなくて結局結局あれなんやろ、ダメだったってことや。当初は受け入れられなかったウスターソースだが、1894年大阪で三ツ矢ソースが発売され、洋式醤油などと呼ばれ人気を博す。これを追うように1896年にはイカリソース、過去大阪、これですね、これ有名ですね、イカリソース。これあの100円ショップに売ってます。100円ショップで俺買いました、あの金なかったんでね。で、1897年ヤグルマソース過去東京、1898年白玉ソースと、いろいろまあいろいろ出てきたと。で、1905年には大阪で、犬印ソース、かっこ現ブルドックソースが、1908年には中部地方でカゴメソースが生まれ、明治後期には全国的ソース製造業が、勃起した。これら最初の初期のソースは現在の競技のウスターソース、つまり粘度が低いさらっとしたソースのみであった。ああ、なるほどね。つまり結果として、さらに粘度が高いとんかつソース、過去濃厚ソースは戦後、1948年に神戸の同満調味料研究所、かっこオリバーソースによって発明された。また中濃ソースは1964年にキッコーマンから発売されたものが最初である。この頃から、日本の家庭の、食卓が洋風化したことにより、消費量が、拡大し、多くの、家庭に常備されるようになったと。ふん。これで見る限りだと、ウスターソースが、この阪神ソースっていうのが、一番、あれやん。ただ、全く売れてないのかわかんないけど、阪神ソースの、ウィキペディアはまるで書いてないですね。誰も多分、売れてないのか何なのかは知らないけど、まあ、売れてないんでしょうね。
ということは、ウスターソース界では一応、まあ、西日本では、三ツ矢ソースか、イカリソースが、一番ベストってこと。で、逆に、東日本だと、ブルドックソースとカゴメソースね。カゴメソースで特に中部地方でカゴメソースってことは、新潟だとカゴメソースが一番、あれだったんだろうな。まあ、新潟は本当中部なのか、関東なのか、東北なのか、すっげえ悩まされてる。多分一番のクソみたいな県やからな。お前、中部で、お前、天気図とかでさ、中部地方ですとか言ってさ、お、新潟来るかとか言ったら来ない。で、関東地方だのさ、で、中部地方だのさ、でさ、果てにはお前、東北地方にさ、受け入れられやがってさ、どっちなんだよね、バカタレ。いい加減にしろ。俺がそこがイラつくねん、ボケカス。ふざけんなよ。どっちかにしろや。マジで腹立つわ。本当にあれ腹立つね。中部地方か関東地方か、あれの東北地方なんかさ。わけわ。ちゃんとお前まともに、法律で、あれ法律で決めねえや。バカうんち。本当にさ、腹立つやな、本当に。多分これ、新潟人の誰もが思ってるで。お前、はい、東北地方の天気図ですとか言って、新潟来るかなーと思ったら来ないで。はい、中部地方の天気図でーすとか言って、あ、新潟次来るかなーと思ったら来ないで。はい、関東地方でーすとか言って来るね。バカだれ、お前、新潟が関東地方なの、バカ。ボケガス、ふざけんなよって。っていうね。飲んだ感想としては、微妙かな。まあ、微妙ですね。前回と同じです。2233です。ご視聴ありがとうございました。